だろう。ピカチュウって喋ったぞ。本当だ、かわいすぎるだろこの対決。かわいいな。あ、来た。かわいいな。めっちゃかわいい。緑が来た。ごめんね、ピカチュウ。セリフもあった。疲れたって言ってるっぽいよ。疲れた。ピカチュウ100匹ぐらい捕まえた。あ、あ、これね、メイクル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 、かわいいね。メイクルじゃ、メイクル、かわいいメイクル、メイクル、メイクルね。この博士、お、お、プラタノが勝負してきたぞ。ここで噂のあれが来るんじゃないですか。あれか、出ましたよ。出るか、目が進化、ね、メガ進化みたいのを。まあ今までも十分強いけれども、でも石持ってるよね。それが見たかったわけだからね。頼むよ、どこで石から。プラターン博士とのバトルでメガストーンを持ったミュウツーがメガ進化を果たす。メガミュウツーの強さが体験できるぞ。子供の頃から憧れのミュウツー様がついにメガ進化。やってみた。うわー、決まった。こちらがミュウツーの進化を超えた進化、メガ進化の瞬間だ。あー、メガ進化した。すごいな。うわー、すごい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 、めっちゃ速い。ハイリューでいいか。ジャウ？サイトブレイク。来るぞ。いけるか。どうじゃ、メガ進化したサイトブレイク。威力変わるぞ。なんで？なるほど。ハイリューだぞ。なんと10月12日登場のポケットモンスター XY にメガストーンを持ったアチャモを期間限定でプレゼントしちゃうぞ。アチャモはワカシャモ、バシャーモと進化し、そのバシャーモにバシャーモナイトを持たせることでバトル中にメガバシャーモに進化しちゃうぞ。詳しくは番組ホームページからポケットモンスターオフィシャルサイトをチェック。